ベタ褒めして、ベタ褒めして、おもろいこと刺して、して後ろ回って抱きつくみたいな。すごっ、すごっ、すっごっ、全然すごくない。うわ、すごい、すげえチクチクさんだ。せーの、マジいきますよ、これ。はい、どうも、こんにちは。テフロン加工のフライパンに頼り切ってる主婦アホ、よろしくお願いします。え聞こえました今の。え、全然聞こえないです。テフロン加工のフライパンに頼り切ってる主婦アホ。え、確かに、はい、そうですか。でアホでしょ、そんなもん頼り切ってるでしょ、絶対ひつけんと思ってるでしょ。え、いや、まあ、あんたそんなもんなかったら買いますよ。いや、面白い。はい、ちょっと、ちょっと、いやだ。というか今日なんですけど、はい、もうもしかしたらこれ配信2月になってるかもしれないですけど、はい、でまあ最近ね、伊藤由真さんがガードマンに引き続き、はいはい、浅倉未来選手と、はい、いうことで、ハニートラップ結構やってるじゃないですか。やってますね。で、エマちゃんのハニートラップ結構評判いいんで、はい、今回プロダンさんが、その丸の内オイルレイナさんとで、ね、はい、まあ、一応、まあ、住んでるというかね、一緒に付き合ってるじゃないですか、はい、そこでエマちゃんのハニートラップに引っかかってはダメな人なんですよね。はいはいはい。でそれでお誘いとか LINE 交換うんぬんかんぬん、まあ、どこまで良しとするかっていうのは皆さんに任せるんですけど、はい、あ、これも黒やなっていうところまで行ったらもうアウト、うん、っていうことでまた恒例 のおもむろに後ろから抱きつくんです。毎回これからそのシリーズいろんな YouTuber で、なるほど、うわー、そんな方に抱きつけるんですね。はい、いろんな抱きつけますよ、逆にね。はい、お金もらっていいですか。え、お金もらっていいですか。いやいやいや、ただヤマンとってやな。な、仕事できてますよ、私も。仕事でしたね、はい、夫婦の方ですよね。もう路線が変更しちゃいますよ、本当に。ラホさんのチャンネルでということで、今日ボルトさんもう来るんで、はい、一旦僕ら退散してこっちにいるんで、はい、出てるっていう手にしてもらって、はいはいはい、で、二人一気にね、気まずい中始めましたですけど、はい、そこからプロトさんベタ褒めして、ベタ褒めして、おもろいこと刺して、真剣な風になっていて、後ろ回って抱きつくみたいな。なるほど。で、それやっていきましょうよ。頑張ります。多分それ結構面白いはずですから。はい。いいですか？はい。面白いしたことないの？なんか。面白いしたことない。面白いしたことないの？それ僕ですか？じゃあよろしくお願いします。
かめちゃ筋トレしてますよね。筋トレします、私も筋トレ好きで、本当ですか。そうなんです、筋トレっていうかな、食べてる動画で知ったんですよ、はい、ああよくやります。はい、めっちゃすごいから、全然食べたい触りたい、何ですか。いいんですけどどこ腕ですか。でもね、いや、こんな感じです。はい、すごっ、全然普通です。すごっ、普通です、普通です、すごいですね。はい硬い、硬い。プロさんさ、私顔めっちゃドストライクです、はい、緊張するな緊張する。こんなシャンデリアに照らされてこの会話やばいですか。やばいですね、はい、いいですね。なんかプロタンさんの、はい、プロタンワールドがすごいって。いや、あります今。今出てます。出てますよ。マジですか。はい。ちょっとまだですか、ラワーさん。ちょっとまだでもあとどんぐらいなんですかね。え、何してるんですか。あ、今ですか、はい、今買い出し行ってます。あ、買い出し、うん、あ、そうなんだ。なんか急に必要なものできたって言って。胸筋とか動かせたりします。あ、胸筋ちょっと、はい、見たい。わかります。じゃあ行きます、はい、あー、はい、普通に脱いでみたい。わー、なんでですか。脱いでみたい。この部屋ですごい筋肉質の男性で生で見たことないんですよ。そうなんですね、はい、ちょっと待ってください。今脱いで見てるんですか。はい、ちょっと待ってください、待ってください。見たい。え、いいですか。わかりました。やっと。脱ぐってこと。うんうんうん。全部。はい、待ってください。すごい、初めて見る。いえいえ、ちょっと待ってください。でもこの時点で、いや、すごっ。いえいえ、逆三角形。いや、じゃあ行きますよ。はい。ちょっと何これ。いいですよ、まあ、もういいですよね。ダメです、まだ。え、まだ。こうしてください、こうしてください、こうですか。うわ、すっごい。全然すごくない、はい、うわ、すごい、はい、ちょっと待ってください。何の時間。面白い。いや、かっこいいですね。逆三角形ですね、めちゃくちゃ。大変ですか、筋トレ、やっぱり。いや、全然大変じゃないです。あ、そうなんですか、はい、筋肉痛とか、しょっちゅう、マジ来ますか。いや、しょっちゅう来ますね。マジ来ます。あ、そうなんですね。はい、プラキタイトまだ来るんですね。はい私も筋トレ、はい、そうです、なんかやってたんですけど、はい、最近ずっとやってなくて、もう前まですごい割れるかなぐらいまでいったんですよ、腹筋鍛えてて、はいはいはい、だけど鍛えなくなったらもうすぐポヨンってなっちゃいました。え、いいじゃないですか、そのスタイル。え、いいですか。はい、届かないですか。いいですか。あ、見た感じは、見た感じ、はい、そう、あの今お腹引っ込めてるんで。いや、いいと思う。嬉しい、ありがとうございます。プロダンさん、ちょっともう一回抜いてください。もう一回写真撮りたい。ちょっと待って、写真やめましょう。お願いします、お願いします。写真撮るっておかしくないですけど。いや、私の待ち受けにしてやめてます。待ち受けはまず、待ち受けはまず。お願いします。待ち受けやめてください、じゃあ。いや、はい、わかりました。待ち受けじゃなくて、はい、宝にします。はい、わかりました。え、もう一回脱ぐんですか。はい、すいません、何度も。なんかポーズ決めて。じゃあポーズ決めるんですか。これでいいですか、じゃあ。はい、いきます。はい、せーの。いや、レイちゃん、レイちゃん、それ上の動画ってるじゃないですか。ブレてる、もう一回、はい、ちょっとポーズ決めてください、はい、いきますよ、せーの、はい、こうですか。ちょっと待って、レイちゃん恥ずかしいよ、これ。なんかのキャラだね。1位が取れました。いや、マジですか。あ、マジ、すごい。や、なんかすいません。いや、かっこいいですね、本当に。いや、ありがとうございます。あの、私、あれ見たいです。なんかここだけ出すやつ。ここだけ出すやつ。タンクトップないですか、はい、なんか。タンクトップなかったでしょ、今。持ってきてないですか。持ってきてないです。じゃあ、それでいいんで、はい、こうやって。半分だけ出してください。出す、全裸なった意味。全逆でしょ。違う、あれも好きなの。あ、俺が好きなんですか。インスタとかで多分。ああ、たまにやるやつですね。はい、じゃあ、ここはどうですか。ちょ、これ、レイちゃんは恥ずかしい。なんか来てるもん、レイちゃんで。なんか、オーラが当たってるもん、これ。ブレちゃったんで、もう一回。ちょっと、なんか、すぎ、チクチクするもん。せーの。ちょっと、コソバユイはレンちゃん。レンちゃん、コソバユイは、ここは。めっちゃいい笑顔。やめてくださいよ、それ。あ、めっちゃいい笑顔。ありがとうございます。ありがとうございます。面白い。めっちゃ笑いました、今。あ、すみません。ラファさん遅いですね。いや、ラファさんマジ遅いですよ。これ、これ。
疲れちゃうわ、なんか。おしゃべりですみません。真剣な風になっていて、後ろ回って抱きつくみたいな。プロタンさん、本当ずっと動画見てて、なんか、今日やっと会えると思って、ご飯とか行けないですかね、今度。あ、ご飯全然、はい。で、行けます、はい、?LINE とか無理ですかね。LINE? ああ、いいですよ、全然。いいですか、はい、え、嬉しい。やった。なんかずっと前から、その見てて、はい、インスタとかでもたまに DM 送ってみたいな。あ、そうだったんですか。そうなんです。嬉しい。え、そんなに、え、そうです。なんでもう、顔がまずドストライクなんで。顔と、あれだよ、はい、あとワンちゃん好きっていうの、はい、セット、ね、セット、ああ、あれ、そうなんで、ちょっとトイレ行きます、トイレ、いきなりトイレか、すいません、うん、うわー、びっくりした、え、うわー、びっくりした、え、いや、ちょっと、はい、絶対したくて、ああ。ちょっと待って、いや、絶対おかしいわ、え、顔がおかしい、顔熱い、熱い、絶対これおかしいでしょ、絶対、これ絶対動画やろ、いや、いや、絶対なんかおかしいもん、ラマさん言ってない、熱い顔が、ラマさん絶対言うでしょ、これ見てるやろ、絶対ちょっとねえ、絶対おかしい、いや、行きますよ、これ行きますよ、はい、え、ちょっと待ってください。これちょっとどうしたらいいんですか。ダメですか。え、ちょっと動画じゃないですもんね。はい。じゃあ行きますよ。調子だった。ほら。ちょっと待ってください。ほらやっぱり。ほら。ほらやっぱり絶対。ほら。絶対こうだもんな。あと5秒待ってくれたら。うわー、ちょっと演技うまいな。うわー、俺ら声だけやったからちょっとどうなってるか分かんなかったっすけど。いや、演技うまいな、ちょっとどっちか分かんなかった、途中から。あかんか、でもなんか、確信的なやつありました、決定的な。特になかったっすか。いや、なかったっす。声だけ聞いてる感じだと結構距離いってるように聞こえたけど。え、あ、聞こえてたんだ。何を緊張したんだ、緊張したんだ、ガチ。演技うまいのもちょっと。どうでした、いや、ちょっといい気分になっちゃいましたね。途中でこれマジかなと思って。ちょちょ、横に来てもらって、横に来てもらって。あ、そうですか。うん、なんか、いけるかなと思ったんですけど、あのまま。いや、ちょっとね、最初は、後半から、はい、え、大事これどうかなと思ったんですけど、はいはい。なんか後半から、でもそれに伴って、あ、これガチだと思って。うわぁ。いただきましたね、ガチでした、え、ガチでしたよね、ドッキリやいてねカメラあるやろ、いや、ドッキリかもしれないけど、多分気持ちガチだった、いやいやいや、はい、いや、どちらかだと嫌いなんだ、まあそうですね、なんでどちらかだと嫌いなんだ、おかしいな、いや、普段からでもプロさん見てるんですよ、あ、ほんとですか、そうなんです、ありがとうございます、ほんまに、はい、ほんまに詳しいです、動画に関しては、はい、ちょっと気持ちがね、伝わってきまして、あ、はい、で、あのまま、じゃあ、うん、飯行きましょうみたいになって、そういう、まあ飯行きましょう、あのままじゃあギュッとして、もう一回じゃあここにいたじゃないですか、うん、ここからこうなってどうなったんですか、ちょっと行ってましたね、あれはそれ行ってないって言わないで、そこはそこは行ってないって言わないで、あ、そうなんだ、普通に気持ちよくなってる、この人この人しろと、いや、配信長いよね、いや、ちょっとね、演技うまかったです、ちょっと、やっとちょっとドキッてしたのがちょっと7回ぐらいあったもんね、見たい、見てなかったわね以前もね、はい、ミクルさんに会ったり、はい、チャンネルガードマンさんに会ったり、あ、マジっすか、いろいろやってるぞ、もう演技派だいや、でも、緊張しましたかね、まあ僕、動画見ないと分かんないですけど、前回ミクルさんの時うまかったですよ、ああ、そうなんだ、はい、いやちょっとね、びっくりしました、これうちの女の子なんですね、いやこれうちのとあの飛び道具なんですよこれうちの飛び道具でねこれが要素サロンですよ、だけたら、いやこのナイフが、いや、これきつかったですねやられましたもん、頭手裏剣です色刺さるんですよ、お前にそうか、プロダンさんは案外真面目だ、なんか、俺ら的には、はい、なんかその、ガッと襲ってキャーってなって、はい、ドキドキドキリっていうのをほんま欲しいやん、いつかまあ、そうっすね、誰かが欲しいな、それな、いや、ちょっとね、いや、逆にドッキリ感が出てたら言ってたんですよ、わざと、ちょっとなんかガチっぽかったから、いや、これガチかと思って、はいはいはい、はい、ちょっとガッツポーズしそうになりましたそこはそうじゃないって言わないよ、立場あるんですよ、なるほどなるほど、全然行きますよじゃないですよ、はい、すいません、あ、でもデモ送ってくんなよえ LINE だけじゃん
いやでも今度本当に皆さんでご飯行きましょうよ。おー、ぜひ行きたい。あの、はい、準レギュラーなんですよ。あ、そうです。準レギュラー、レギュラーなんですよ、うちらもほぼあ、もうレギュラー、そうそうなんです、うん、だいぶ出てますね。はい、ありがとうございます。結構コラボしてるメンバーってもう大体決まってくるんで、はい、あ、じゃあぜひ、うん、昔筋トレしててなんか雑誌載ったんですよね。そうなんです、あのターザン。じゃあもう筋トレガチでしてるんですよね。そうですね、昔やってたんで、うん、ちょっと今ちょっとサボっちゃってるんですけど。ハーフですか？いや、全然日本人。あ、クォータです。あ、あ、クォータです。あ、クォータです。そうはい、ナイジェリア、ナイジェリアとロシア。すごい。はい、ニュースだけ伊藤なんですけど。だいぶ日本です。ほんま、ほんまベトナムとフィリピンですけど、一応ナイジェリアとロシアっていう。ちょっと、ね。ええじゃん。伊藤エマさんは、はい、ビールを日本で一番売った人。いや、僕ね、知ってました。え、はい。ラファさんの YouTube 出る前から知ってました。え、なんかインスタで結構有名じゃないですか。らしいです。前のマネージャーのゆうたくんが知ってたんですよ、うん、あ、そうなんですか。いや、僕存じてたんで。嬉しい。そうなん、まだ言うて、インスタも20万いますからね。インスタ多分7、8万ぐらいの時から見てたんで。だいぶ前。結構ガチやん。すごい。すごいですね。ガチやん。いや、マジです、マジです。お前ガチやん。お前ちょっと見せときましょう。いろいろコラボとかしたいですけどね。いや、ぜひその時はお願いします。いい感じで、はい、また今後もちょっと僕、はい、フォルタンさん大会いろいろ出てるでしょ。フィジーク大会出てます。僕もなんか筋トレまで始めてるんで、うん、なんか出たいですけどね。いや、出ますよ。何があるんですか、僕やったら。いや、ラファさんのやつだったらね、やっぱスポーツモデル。スポーツモデルってのがあるんですよ、ある、ある。あ、誰が出てるんですか、それ。いや、レイザーラモンさん。好き。出てて3位でしたから。で、同じような体型で筋肉量だったんで、はいはいはい、ガチでいけば、はい、いけますね。え、すごい出たいな、ちょっとそれ、ちょっと出ようかな。え、応援します。出ましょう。サブチャンネルで僕の筋トレ風景撮ってる。いや、絶対出たらね、話題になります。すごい。ラワさんが話題にならなかったら、欲しいですか。え、話題にならなかったら、欲しいですか。ねえ、ダメですか。ダメですか。ダメでしょ。いや、話題にならもんだって。いや、話題にならない。ならせるんですね。ちょっとそれもやっていくんで、コロナ始めを聞きながら、サブチャンネルちょっと結構今撮ってるんで。あ、そうなんですか、うん、あ、絶対いいと思うな、それ。すごい。筋トレだし、よろしくお願いします。みんなで筋トレ行きたいですね。筋トレ YouTuber と誰がいるんですか、ここに。いや、いっぱいいますよ、今筋トレ YouTuber、 いろんな人繋がってる方で。あ、います、います。いるんですか。うん、なんとかリノ、みのりさんみたいなやつ。犬堂さん。うん、あ、それはアイドルというかグラド、グラドルで筋トレしてますよね。筋トレしてますね。犬堂さん、なんかいい体。犬堂さん知らないですか。いや、知らないです。犬堂さんって読むんですかね、あれ。犬堂さんじゃない。ちょっと読み方わかんないです。剣道さんじゃないですか。違うか。ちょっと分かんない、俺も。いや、すごいスタイルめちゃくちゃいいんですよ。G カップで、めっちゃスタイル良くて、筋トレバリバリやってるって言うんですよ。知らん。犬堂みのり。確かに知らない。そうやって読むか分からないですけど。はお前の番やぞ、今。お前の番やぞ。サングラスが俺がどこに目を合わせたか分かんねえんだよ。そうなんですよね。ああ、それ毎回言われます。すみません。毎回俺を見てるみたいで。すみません、すみません。ああ、お前見てる。お前見てんだよ。ああ、そうですか。いや、面白かったです。いや、筋トレでみんなで絡んでいきたいですね。筋トレを戦えるっていうのが分かんないんで、僕も。いや、紹介します。本当ですか、はい、ぜひ、ジンさんとかもね、ジンさんとかね、そうですし、うん、やっていきたいですね。はい、ちょっとまだ、今年もよろしくお願いします。いや、今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。いや、いい気分させてもらいました。うわーい。これ、チキンの写真だけ。見せますから、これ。反対側しか見せない。反対側しか見せない。